はい。おかぽんチャンネルです。えー、昨日ですね、日プ女子の第1話が放送されたわけなんですけども、えー、この動画ではですね、特に日プ女子の第1話の中でもレベル分けテストについて、えー、振り返りながら、え、話していければな、と思います。えー、ただですね、もう全部振り返ってると、もう時間がないので、もう、あのー、 特に良かったというところをこう、かいつまみながらですね、早足になるんですけども、振り返っていこうかなと思います。えー、しかもですね、もうかいつまんでももうね、たくさん喋ることがあるので、早速行きたいと思うんですけど、まず良かったなと思うステージは、えー、まずあれですね、オートマティックのステージです。このステージ良かったですよね。あの、トレーナーさんたちは、 ちょっとあんまりとか、なんか先生たちはね、あんまり微妙みたいな反応だったと思うんですけども、まあ自分はすごいいいなと、うまいなと思ったわけですね。まあ特にあのトレーナーさんたち、まああの、なんだろうな、ポテンシャル、この二人はポテンシャルがあるにもかかわらず出し切れてないという意味での、まあ、んっていう反応だったとは思うんですけども、このオートマチック歌ったこのね、ンドユイすごい良かったなと。 こう普通ね、この辺のね、あの、レベル分けテストってこう、声が結構ブレたり、音外したりするんですけど、安定してたかなと思います。なので、こう、ポテンシャルはすごい高いんじゃないかなと思いました。特にこの田中琴さんの方は、もっとこう上に行く逸材なんじゃないかな、と思いましたね。っていうのと、このステージ、この、 曲も良かったってのもありますよね。あの、何、日本のこのオーディション番組面白いなと思ったのは、K-POP の名曲だけじゃなくて、こうやって J-POP のこのオートマチックみたいな、ヒカ光さんのオートマチックみたいな名曲もね、披露するんだと思ってね、非常にこう、J-POP と K-POP を楽しませて、 てもらえるなと思いました、うん、なので自分はこのオートマティックのコトユイのステージすごい良かったのかと思いますしこの田中琴さんについてはですね特にちょっとこう期待できるんじゃないかなと思いましたはい、えー、では続いてのステージは、えー、ケプラーのウィンウィンのステージですねビギナーズチームですねみんな初心者なんですね特にこのステージ良かったなと え、ま、収穫があるとすれば、えー、この、荒巻ジョアちゃんを見つけれたことなんじゃないでしょうか。この、荒巻ジョアちゃんという逸材が、こう、見つかったというステージになったんじゃないかなと思います。えー、自分もですね、この荒巻ジョアちゃん、おーおーすごい逸材だと思いましたし、ぜひともこう、11人の投票の中に入れたい人だなと思いました。なんかこう、 荒牧ジョアもう名前もすごいですよ、ジョアってね、うんえー。なんかこう、女優というか、なんかこうひ、広瀬すずみがあるなと自分は思ったんですよ。なんかこう、CM とか単体で出ても良さそうですし、こう朝ドラとかに出ても良さそうな雰囲気がある。それほどこう、魅力の溢れる、ね、子だなと思いました。もちろんこのケプラーのウィーンを披露したビギナーズチーム、 他のメンバーも良かったんですけども、荒巻ジョアちゃんが光りすぎてて、なんかもう魅力が溢れすぎて、そこにすごい目がいっちゃったんですよね。うん。ということでですね、まあ、このケプラのウィンウィンチームについてはもう、この、荒巻ジョアちゃんが見つけられて良かったな、というステージだったんではないでしょうか。 はい。で、続いて気になったステージは、えー、トゥワイスの曲を披露したこのチームですね。ポケプリチームですね。ここどうですかやっぱこう、ここがやはり第1話で一番感動したというか、まあ泣けたシーンだったんじゃないかなと思います。特にこの、100位のこの高木さんですよね。これ100位の高木さん、なんか感動しましたよね。こう、うーん、いやー、 この100位でね、自分がね、なんでここにいるか分かんないとか、うん、なんかこう足を引っ張ってるんじゃないかとか、あと100位をつけないってちょっとショックだったと思うんですけども、うん、あのトレーナーさんも言ってましたけど、全然100位っていう感じはしなかったですし、あの、こう高木さんに関して言えば、この100位という最下位、むしろこう良かったんじゃないかなと思います。えー、99とか98とか97とかよりも100、100最下位という、 数字をもらって、むしろそれを、こう、力に変えれる、有利に使えるんじゃないかと思いました。こう、うん、すごい、こういう100位みたいなね、この最下位の子が頑張って成長する姿というのが、やっぱこう、オーディション番組の、こう、醍醐味であり、えー、ね、視聴者をこう、感動させる。 ところなんですよ。もちろんこの、ね、桜井美羽ちゃんとか大和すーちゃんとかね、あの辺がバキバキにやるのも、もちろん楽しいんですけども、こういうできない子が、こう、一生懸命頑張ってできるようになっていくと。そしてたまにこう、強いチームを倒したりするということでね、えー、最大風速を巻き起こすわけですね。うん。なのでですね、こう、視聴者の人がこう、応援したい って思える。これが一番大事なんですよね。そういう力を持った人だなと思いましたし、100位になったことによってあれだけの分量があったと。うん。なので非常にですね、このトゥワイスのこのポケポリチームっていうのはこう感動しましたし、他のチームメイトもこう一生懸命良かったねっていうところもね、良かったですよね。うーん。なのでこの100位の高木さん、良かったんじゃないですかうーん。と、思います。 ということで TWICE の、えー、曲のチームでした、えー。続いてではですね、こちらですね、Perfume のフラッシュを歌った7チーム。あの、トレーナーさんも言ってましたけど、このチームすごい良かったですよね。なんかこう見てて気持ち良かったっていうね、なんかスカッてしましたよね。なんでしょうね、この2人がなんかこう気合が入って、 てたのかなんかちゃんとこのねあの日ップ女子というステージにこう私たちはこうデビューするために来てるんだっていう,こう気合というか本気がね感じ取れたなと思いますすごいうーんね皆さんトレーナーさんの皆さんも気持ちいいと思ったように自分もいいと思ったんですよ。こうすごい気持ちいいステージだなと思いましたしこの2人に関してはすごいこう伸びていく2人なんじゃないかなと。 思います。うん。よかったですね。こう、この二人に関しては、まあ、最後こう、デビューメンバーのに食い込んでもいいぐらいな人たちなんじゃないかなと思いました。しかもこの三人だったの2二人でするっていうね、Perfume の曲を二人でするっていうのは大変です。うん。いや、非常にいいステージでした。気持ちいいステージでした。うん。 そしてこの二人の方に対してもすごいこう好印象というか頑張れと思える人たちだったんじゃないかなと思いましたはいでは続いて良かったと思うステージはこちらですねイッチのワナビーを披露したチームです青春チームですねえー、いやーこのイッチのこのワナビーという曲本当に名曲でしてでオーディション番組で本 本当によく出ますよね。うん。頻度一番高いんじゃないかなと思うぐらい出ます。数えたことはないですけど、本当にこうオーディション番組出るので、まあ、これからね、あの、オーディション番組にチャレンジしようと思うガールズの方々は、とりあえずこの一致の学びを練習していったらいいんじゃないでしょうか。うん。まあ、近くのダンススタジオ、ね、からもこう、 この曲すごい流れてくるんですよ。なので、まあ、それほどね、やっぱこう、いい曲なんでしょうね。いろいろ詰まった、こう、課題曲には適した曲なんだろうな、と思います。まあ、そういうことは置いといて、えー、このステージが一番なんかこう、いいなと、魅力的ですし、完成してるなと、 楽しませていただいたステージだなと思ったんですよ。うん。レベル高かったですよね、ここ。で、特に、まあ、ここも、えー、エビハラ、つみ、つずみちゃんエビ、うん、このエビハラさんを発見できたっていうのが、やっぱこのステージ、まあ、1位ですしね。あまあ、このエビハラ、つずみちゃんに関してはもう、 デビューしてもおかしくない。え、てかもうデビューの準備がもうすでにできてらっしゃる人なんだなっていうのは思いました。もうデビュー準備ばっちりっていう感じでしたよね。特に歌がうまい。あれだけのこのワナビを披露しながらこう声がぶれないっていうね。やっぱこう踊りながら歌うっていう、その、それがしっかりできてるっていうことなんでしょうね。うーん。 いや、すごいなと。えー、もう見よと拍手しましたもん、このステージ。で、やはりこの、エビハラつずみちゃんに関しては、やはりこの、デビューグループ。ーまあ、デビューグループじゃなくても、これからミッションをしていく中で、やはりこの、ボーカルというのは強い武器になっていきますし、えー、デビューメンバーにも、こう、メインボーカルというのは必要になってきますので、こう、えー、これからのミッション、そしてデビューメンバーのメインボーカル候補なんじゃないかなと。 思います。えー、非常に、えー、歌が上手い方だなと思いましたし、ダンスも、えー、とても上手だったと思います、えー。デビューしておかしくない人だなと思いました。はい、えー、続いてはですね、えー、エスパのスパイシーを歌った <laughs>、えー、ウィングベルムーンチームですね。ウィングベルムーン。もうここはもう そりゃ強いですよ。そりゃ強い。だってこの3人、韓国で練習生生活を送ってた3人でしょ。そりゃ強いですよ。ああ。そりゃ強いです。で、このウィングベルムーってこうどういうことなんかなと思ったら、こう桜井美愈のこの羽ですね。そして、え鈴の 鈴、うん、ですね、ベルですね。そしてムーンは月ですね。あ、うん、あ、それぞれ名前でウィング・ベル・ムーンっていうついてるんだなって、まあみんな分かってたと思うんですけど、改めて、あ、そういうことかと思って。えー、まあ、ここはもう強かったですよね。もう最強チームでしたよね。うん。特に、えー、桜井美羽ちゃんいやー、最強ですよね。 いや、だって、二次プロジェクト出た。そして、まあ、直接言及はなかったですけど、ハイブですよね。ハイブの練習生をしてたと。そして、えーまあ、この、ニュージーンズのデビューの人たちと一緒に練習してたと。あの、写真にもありましたもんね。あの、おそらく、あの、かかってましたけど、ニュージーンズのハニーと、あと、ルセラヒムのユンジンと、この辺と練習してたと。 そして、ガールズプラネットに出場したと。いや、これはもう、とんでもない経歴ですよ、これはもう。とんでもない経歴です。いや、だからこう、普通に考えたらこれは最強なんですね。こう、ニジプロからの、ハイブ練習生からのガルプラって、これほどの経歴を持った日本人っていうのはこう、いないんですよね。で、まあ、この、経歴と、実力で言えば、 もう最強であるはずのこの桜井美羽ちゃんですね。で、この桜井美羽ちゃん、最強なはずなのに、これまでなぜかこうデビューできなかったということですよね。で、えー、トレーナーさんがやはりこう、ね、何か足りないっていうことをやっぱバンって指摘したという。で、多分我々視聴者、ニジプロとかガルプラとか見てた視聴者も、なんか足りないなと思った方も多いと思うんですよ。 で、それをこう、やはり、で、ほ、桜井みゆちゃん自身も、なんか何かが足りないって言ってましたね。それがちょっとこう、最後こう、緊張が取れて、なんか、多分これからこう、なんだろうな、殻が破れて、多分、シグナルソング1位になんかなっていくとは思うんですけども、ええー、まあ、この桜井みゆちゃんのこのニュージーンズ練習生というのも、 すごい驚きましたし、やはりこのトレーナーさんがやはりこう何かが足りないっていうのをバンって見抜くところもやっぱすごいなと思いましたし、やっぱ桜井美ゆちゃん自身もそれを意識して、もうこう、なんかこうね、硬くなっちゃって、こう負のスパイラルにね、あの、陥ってたのかなっていうところですよね。で、それがパリーンって割れて、こう、これからいければね、 すごいいいんじゃないかなと思いましたけど、やっぱすごかったですね。えー、そしてですね、この山本鈴さん、えー、最強です。わかりす。えー、私、現時点では、えー、デビュー候補1位でございます。えー、おそらくもう、当格でしょう。11には入るでしょうと思うぐらい、なんかこう、大物感がある、ありますね。この、なんかふわふわして、ぼーってしてるけど、始まった瞬間、かけーってなって、 で,で、空手もやってましたよね。うん、なんかうスイッチの入れ方とかね。あ,あとやっぱ実力ってこれで16歳なんですよ。すごいですよね。で、えー、なんかどこ情報か知りませんけど、なんかソースミュージックの練習生だったという情報がありますよね。 うん。まあ、ソースミュージック練習生だったら、まあ、ほぼハイブですよ。うん。なんで、すごい実力者だなって思って、大物だなと。この人デビューするなっていう、なんかす、もう、もう、安心して押せるなと思いました。もう、安定感があるので。ああ、すごかったですね。もう、そんですよね。はい。ということで、ざっとね、えー、振り返ってきました。ちょっと、こう、時間がね、ちょっとなくなってきたので、もう,こう、ざっと、ここから巻きできます。すいません。あとね、あのー、 自分的にこの加藤かぐさん期待してたんですよ。このビジュアルも結構好きですし、キャラもすごいいい感じだね。ただこれあのー、だいぶ省略されてこう巻きでこう行きました。あら、もうちょと見たかったな。しかも F つけられちゃって。なんでこの加藤かぐさん、ええー、まあもう実力、あ、実ビ美ュと、 キャラは申し分ないんですけど、実力が今一つこうちょっと追いついてないっていうとこなんでしょうね。だんだん実力がこう間に合えばいいんですけどね。ぜひともこうデビューさせたい美女というキャラなんですけどもね。どうか。うーん。ただこの、ね、ステージが省略されたのはちょっと厳しいですね。これからのね。うーん。もうちょい見たかったんですけどね。はい。っていうのと、まあ、加藤かぐやさんじゃないんですけども、この、 入場と、この、ステージを、こう、省略された練習生の人たちはちょっと厳しいっすよね。あの、視聴者、こう、投票の仕様がないですからね。うん。なので、こう、ね、入場とステージを省略された練習生の人々に対しては、あーちょっと、これから挽回しないといけないっすよね。うん。そしてですね、えー、もう、ここからもうほんとだいぶ巻きになっちゃいますけど、この、 最後の辺、課題曲やっぱ、アイズワンの曲が2曲ぐらいありましたね。アイズワンの曲いいなと思って、やっぱ、やっぱアイズワン最高ですよね。で、次週もこうアイズワンの多分ルーモアの課題曲がね、あったみたいなんで、予告にちょっとあったので、ね、そして多分これからね、あの、チームバトル、そしてあの、ポジションバトルってなっていく中で、アイズワンの曲がね、どっかでまたあると思うので、 アイズワンの曲最高ですよね。で、このアイズワンの曲であの、えー、高月さん。この声がやっぱすごかったっすよね。あの、本当にブラックピンクロゼの声みたいで、うわ、すごいボイスなんだ。で、あんな感じなのに、なんかロゼボイスしててもギャップがすごいなと。一番の衝撃だったと言ってもいいぐらいこのロゼボイスに驚かされました。あとはあの、 ダンサーのアルハさんですね。この人もね、バキバキで踊ってすごかったっすよね。うーん。あとは、えー、なんかこう、バレエ出身者 バレエ出身者のなんかなんかこうしてる人も結構こうね、進出してきたなと。やはりこれはやはりやっぱこう中村和葉さん、ルセラヒム中村和葉さんの影響が多いんじゃないかと。バレエ界隈からもこう進出になってきたなと思います。 うん。あとあの、グローバルのね、チームもね、かったんですけどね。ぜひともこう、これからのガールズグループとていうのはね、英語とか喋れる国際的な人一人入れてるとね、いいなと思うんですけどもね。ぜひともこう、インターナショナル人がね、一人ぐらい入ればいいかなと、思いました。そして、えー、次週が、えー、もう、リブムームチーム、リブームチームね。 笠原桃もさんと加藤心さんのこの夜遊びのアイドルこれ楽しみです。えー、そして次週の方がなんかこう強いメンバーとかが多そうなので非常にえ楽しみだなと思いました。なのでですね、えー、次週もですね、えー、皆さんと一緒に振り返っていきたいのでぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。えー、としてもね、 えー、自分ね、頑張っていきたいと思うので、ね、よろしくお願いします。ということで、終わりです